マッソゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらスプラトゥーン3やっていきたいと思いまーす。でですね、今回はですね、アップデートで追加されたこちら N ザップ89こと赤ザップを使ってプレイしていきたいと思います。で、この武器なんですが、サブがロボットボム、スペシャルがデコイチラシというね、新しいスペシャルが追加されました。で、ロボットボムはね、皆さんもね、今までの通りご存知だと思うんですが、デコイチラシがですね、前方の広い範囲に大量のデコイを発射する。デコイの落下地点にはスーパージャンプの着地点にそっくりなマーカーが表示される。着地したデコイは一定時間で爆発するというね、まあそういう今までにないね、スペシャルになっています。これね、縄張りバトルですごい強いんじゃないかって言われているんですけど、早速、初使用してみましょうか。こんな感じで着地するところを選びます。近くは選べないですね。だからこういうところに選んで、だからこういうちょっと敵のね、見え方を妨害しつつ、こういう風に攻撃をすることができるという、ね、そういうスペシャルです。で、さっきね、その黒ガロンデコの動画撮ってみたんですけど、なんかね、思ってたよりも脅威じゃないかもしれない、これ。うん。まあ、これをうまく、こうね、使って、何、こう、なんていうのかな、うまく使うのは、結構むずいと思う。仲間と共に、じゃあ今、そこ投げるから、復活の時とかにね、投げるから、じゃあちょっと、そっち入っといて、みたいなね。そういう仲間との、こう、なんていうんですかね、組み合わせというか、協力で使えば、いいかもしれないんですけど、あとは、こうやってロボブ投げて、投げて、で、相手のね、こう、居場所をこう、なくしてみたいな。このさ、着地した時にさ、ちょっとでもまたダメージがあったら違うんだろうけど、なんかね、割とほっといてもいいやっていうスペシャル。まあ、ちょっと撃てばすぐ爆発するから、なんかね、そんなに脅威ではないかもしれない。そんなスペシャルだと思いました。今のところね、ちょっと使ってみてわかんないけど。じゃあ早速やってみましょう。どうだろうな、デコイチラシ。結構嫌なのかな、これ。で、今回のギアは、まあ、機動力高めるのと、デコイチラシが溜まりやすいような感じで、ね、積んできたので。はい。こんな感じでいいのかな？どうだ。おーっと、さあ今のところそのデコイチラシが輝いたっていう雰囲気には見えないですね。さあデコイチラシは輝いているんでしょうか。さあこういう場面か、こういう場面では輝く。これでダメか。なかなか、デコイチラシを輝かせることは難しいですね。さあ、デコイチラシちゃん、輝いておくんなましー。ちょっとデコイチラシ使って良かったのかな。なんか良かったのかなっていうな感じですね。謎ですね。ちょっと今こうデコイチラシが活躍したのだろうかって。こうやって投げて混ざってこう、うわー、ダメだね。結構さ、デコイチラシ簡単に壊されちゃうからさ、今みたいにこう、何、デコイチラシと共に行こうって言っても割と見られちゃうし、難しいスペシャルだな、このスペシャルは。うわー、バレてたー。さあ、シャープマーカーネオ。っていうか、カニが少なくなりましたね、ほんとに。あ、いた。カニ少なく、カニまだ強くない？思うんだけど。
カニすごいまだ強いと思うんだよな。確かにウルトラショットとかではさ、壊されるようになったかもしれないけど、ウルトラショットってそもそもそんなに多くないからな。あらー、やられちゃった。さあ、黒ガロンデコ、やっぱ黒ガロンデコ使うよね、今のね、そういう状況だったらね。さあ、黒ガロンを仲間が倒し、トルネードが、まあ、S 体だからなのかな。これさあ、 X マッチになったらどう変わってるんだろう。横打ちだし、こう手前めに投げてみよう。これで変わるんかな、多少。うわー、ちょっとイカをさ、止めてみたかった。このね、ザップだったらね、多分ね、完封できると思うんで。で、意外とさ、あれ溜めてもさ、ね、イカ止めれちゃうんだよな。嬉しくもあり、楽しくもあるような感じなんですけど。あーおち。さあ、これデコイチラシどう使うべきなんだろう。ザップはさ、普通に使いやすいよ、やっぱり当たり前だけど。射程あるし、機動力あるしってことで、普通に使いやすいんですけど。さあ、ここでデコイチラシいけ。さあ、デコイチラシが壊されて、あ、意外と壊されない。さあ、敵が来たー。はい、倒していくー。さあ、そしてデコイチラシ、いけー。まあ、投げるだけだから使いやすいは使いやすいんだけど、どうだろう。はい、ということで、デコイチラシ、これどうなんだ、どうなんだこれ、デコイチラシ。いや、自分たちのさ、近距離にも投げれるようにしてほしいわ。その手前とかさ、手前にさ、戦ってる最中に手前にデコイチラシ、タタタタンって来られたら嫌じゃん。ね。いやー、なんか、マルチミサイルの劣化版って感じしない？なことない？なんか、マルチミサイルが強すぎたんで、デコイチラシにしてみましたみたいな雰囲気を感じるんだけど。まあでも、どこにでも投げれるから、その最後ね、その、縄張りバトルで、じゃ例えば最後、この、相手のね、範囲にデコイチラシ投げてってやったらどうなるんだろうな。はい。じゃあ続いて、ひらめが丘団地。もうね、最後の、ね、デコイチラシを見たいがための戦いです。縄張りだったらいいんかな、こうやって。相手のところに無条件に、だから相手がいないところに、投げるっていう感じなのかな、これ。あ、やべ。おぉ。あ、仲間が抜けられている。かっ、いや、あれは一緒に見ようか。ナイス。抜けられてもいいやぐらいな感じでね、ちょっと思っちゃってるんですけど。さあ、帝王イカが力を発揮できるのか。おーっと、合わせで、これはいいか。高低差を生かした戦いはちょっと強い。いけー。で、デコイチラシで塗って、うわー、ここに投げるのかい。
さあ残り1分30秒こっち全然塗ってないけど、まあちょっと練りながら行くか、ね、さあ1分、もう一回スペシャル溜まるよな多分。これで塗りつつ、さあ残り1分、溜めるぞスペシャル。ラストのデコイチラシを見てみたい。さあどうなるかな。よしよし、溜まる溜まる溜まる。もう、うわー最悪。でも28秒あれば溜まるか。間に合う間に合う間に合う。ここに塗りが、熱い塗りです。いやこんな、君やめてやめて。よし、えい、どうだろう。さあデコイチラシは最後爆発しない、しない、しなかった。ってことは最後もう少し早く投げなきゃいけないってことだこれ。いや爆発、なんかさ吸盤ボムとかさそういうのは爆発するし、丸みさも最後届いて塗って終わりだと思うんですけど、なるほど、もう最後の爆発も考えて、それより少し前に使わないといけないっていうことですね。これは余計に使いどころが難しいスペシャルなんじゃないかねえ。いや、どうなんだろう。って考えるとさ、わかんないけど、やっぱさ、今のところ強いスペシャルで言ったらまだカニが強いんじゃないのって思っちゃうんだけど、まあ他のねスペシャルで合わせられるとやられちゃうっていうのはもちろんあるんだけど、それでもさカニって強くない、あれ。あ、でもこういう狭いステージだったら輝くかな。はい、じゃあ次縄張りバトル行きましょう。ガンガン回してった方がいいのかこれ。むず、丸みさが強いよな。アルミサ強ぇー。アルミサが結局一番強い。うわー決められちゃった。おー、やっぱね新しい新スペシャルをみんな楽しんで使っていますね。僕もねあえてそういうネタバレ動画とかね、ネタバレっていうかどんなスペシャルかとかね動画的には見ないでね、僕今回このデオイカもそうだしデコイチラシも使ってますからね。見たらさちょっと初めてやる面白さ半減しちゃうかな。飛べないもんな、無理か。いやー、あーでも相手が壊さなかったらすごい塗りができますね。ってことはその最後はダメだけど、その最後より少し前に相手がいないところに投げれさえすれば、相手はそこ結局行かなきゃいけないから、まあ風的有利、あ数的有利ね作ってこう最後優位を保ってプレイできるってことだね。で相手のさ塗ったところをさ無条件にこうやって濡れちゃうわけだからね。さあ爆発してすごい、結構まあすごい塗りっちゃすごい塗りだよな。
そこそこな塗りがやっぱり約束されるね。さあデコイチラ、何の効果なんでしょう。あれはロボムかな。うわうまい、イカ速結構ついてんな。さあ最後のデコイチラシまでもう速攻で食べなきゃ間に合わないですね。これで爆発させなきゃいけないから結局やば、こんなのついてたらやばい、やばいやばい、間に合わない間に合わない間に合わない、これでいいんだ。これで最後相手はこれを壊さないと結局塗れないからどうだ最後のデコイチラシの塗りは。まあ塗れますよね。相手からしたらあれ壊さなきゃ塗られるしダメージ受けちゃうんだから、こういうタイミングで使うのにはすごいいいかもしれないですね。じゃあもう一試合最後バンカラマッチやってみましょう。さあラストガチホコバトル、チョウザメ造船でございます。お、結局カニゲーなのか。カニが二人でもなんかいろんな武器一応見えるようになってよかったっすね。でもこれだけ見たらあんまり前と変わんないわ武器構成。さあ塗って塗って、ねえ、とりあえずこっちに行っといて一回下がって、どうしよっかな。本当だったらいつも左から行きたい、あ、右から行きたい魔装ではある。よーし、結構進んじゃうんじゃない。37だったらね。さあただデコイチラシの強さはまだ見せれてないですね。混戦してるところに後ろからみたいな、そういう感じかな使い方としては。イエーイ、あの転がり危ないわ。イエーイ、わお、上からブラスター。さあ僕のデコイチラシは果たして何かの効果があったのか分かりませんが、相手から続いては押されています。結局でも、ああなるほどな、関門を突破された、右から来てるのか。いや確かにこういう風にさ左右に散らばれられると怖さあるわ。いやーリードされてしまった。さあこの状況の中支えてこないの。あるかな。さあ塗って塗って塗って、デコイチラシを投げてって、さあ潜んでくるのかと思いきや潜んでこない。堂々とイカリン倒せたら強いのかもしれないですね。さあロボムと合わせ、お、なんかこうアシスト出てる。うわー、いやーやれなかったか。さあ残り2分、飛んでしまえー。うわー、そっか僕ギアさ積んでなかったわ。お、仲間が欲しい。さあ裏を取ろうというね動きを見せてくれた。おっと仲間が大活躍している。
さあ、これは一旦塗り固めましょう。さあ、これは確かに相手からしたら嫌かもしれない。そんなことなかったか。さあ、2枚倒してもらいつつ、あと1枚どこだ。これ、このデコイチラシ大活躍するんじゃないか。ナイスすぎる仲間。おお、奥すぎたか。デコイチラシもっと手前だ。むずいな。いや、今デコイチらしい来た場面だったな。本当だったらさ、ホコのサポートしに行かなきゃいけないのにさ、あえてそれもほっぽって言ったのに。いやー、やられてしまった。強いな、ロングブラスター相変わらず。さあ、でも仲間がね、ホコ運びナイスすぎたな、さっき。うわー、負けた。そしてデコイチラシを相手が投げ、やばい、このデコイチラシ確かに脅威かもしれない。お手本を見せられているようだ。お、そして結局一番強い。うわっ、やばい、一番強いカニが。大丈夫大丈夫、ここに、ここにいれば。うわー、うわー、やらかした、ごめんよ。いや、最後さ、ちょっと貯めてデコイチラシで蹴散らすっていうさ、未来が僕の中では見えたんだけど、ごめん、間に合わなかったわ。普通に突っ込むべきだった、申し訳ないねえ。はい、ということでどうでしょうか、デコイチラシね。なんか難しい武器ですね。縄張りでは使えるのかもしれないけれども、なんか新スペシャルとして登場するんだったら、もっとなんかこう圧倒的な強さを見せてくれてもよかったのになっていうね、気持ちは多少ありますが、はい、どうだろう。これね、僕の完全な初見プレイ、初見で使ってみた感想なんで、もしかしたらね、こういう風に使用したら強いとか、そういうのがもう出回ってる、もうね、1日経ってるからね、出回ってるかもしれないんですけど、ぜひですね、皆さんもね、デコイチラシ使ってプレイしてみてください。前よりもね、スプラトゥーンのね、武器がいろいろあって楽しくなってると思うんでね、今がチャンスですね、もう一回スプラトゥーンを始めるのに。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上、マッソゲームズでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。